中日ドラゴンズさんリーグ最低得点なのにドラ1投手狙い。失点しなければ負けないから。やし足りてるしな。打つ方はなんとかしたから。前半は中田中自前高の脳幹で。正直打者より投手の方がクソじゃね。なほどであれやぞ。先発がガチで死にかけてるから小笠原抜けたら1年ローテ晴れるの高橋宏斗だけになるわ。実は防御率も下から数えた方が早い上に小笠原とマルティネス抜けるのほぼ確定だから。名古屋でも阪神や横浜が相手だと平気で失点するし時折炎上するな。今シーズン最後の方は野手は固まってきたからな。有力野手はバンドで野球なんかしたくないやろ。なんだかんだ投手は大事よ。カープも投手力があったかはあの頻打で途中まで首位だったし、最後はバテたけど、あのお方が打つ方は何とかしてくれたしな。うちうちで断られてるやろ。去年分かりやすく高卒やしとらなかったし。打線固定的になれば少しは好転するやろ。今年はなんか引っ込めてくれて3月ってスタメンよく見たで。計算できる先発が足りないから。中日フロント、打つ方は何とかします。前半戦出番なくて後半戦に主に出てた選手の成績見て打つ方は何とかなったと思ったから。ご視聴ありがとうございました。